皆さん、こんにちは。こんばんは。武田総流です。今日は関数字を一緒に美しく書いていきましょう。今日はね、鉛筆でね、説明します。今日も二場所道会のマス目の用紙を使って説明していきますね。1は、まあ別にまっすぐでもいいんですけど、少し山なりに書くと柔らかく見えるかな。こういうイメージです。さあ、関数字の2から。2は、一画目は少し反り上げてください。反るようにして書くんですね。そして、伏せる。うん。 そして3は、まあ、2と同じなんですけど反り上げる線が1画目これがまっすぐそして伏せる線が3画目ですね、まあ、少し1画目よりも2画目がやや短くて、まあ、3画目が長いのは一般的ですねさあここからが難しくなってきます4ですね4の外枠は縦線を内側に入れるのがコツです 私、ね、いつもこう解説するんですが1画目と2画目がこう開いてくるとね大人っぽくなるんですよ少しこの2画目の縦線も内側に入り込むように描いていきましょう、まあ、こんな感じですね内側に入るとねやっぱくびれができてかっこいいんですよねでね大事なのはねこの中の書き方なんですけど結構ねちょっとここに悪い例描いていきましょうかなんか こういういいい風に書くとすごい子供っぽいでしょうなんかこれ大きく書いたりするうんもしくはねこれをね中に内側に入れてしまうとこれねかっこ悪いんですよね少し話し気味に書いてうんこう書くんですよなんかねここを開けるのがコツかなうんでね下のこの出っ張ったところを作るのもコツなんですよここは開けといて下を出っ張らせるさあこ,こに行きましょう5 かそうかな。ここからかきます。五一画目がね短いとカッコいいんですよね。でこれをね斜めに持ってくるんですがここですね。ここがね狭く描く方がカッコいいですね。ここが狭い方が最終角のこの線がカッコよく見えて、まあ、三角形のバランスにすると美しいかな。良くないのがこういう風に長く描いてしまうとなんか頭でっかちになってしまうでしょ。 あとはねここですね左側に書いちゃってこれ広く書いちゃうとすごい太ったような字になってしまいますねこれがね広いとね太ったような字になってしまうんですようんで続いて6ですね6は1画目に対して2画目は結構長めにするって覚えておきましょう少しねあのふわーっと書くとね柔らかく見えますで私大体基準を作っていてこの1画目と2画目のこのね このバランスのちょうど真ん中それぞれの4分割した真ん中のところから点を入れますあんまりね点も大きくない方がかっこいいですね小さめに入れます、うん、これがねやっぱり頭が小さくなってしまうとちょっとかっこ悪いですよねさあ7書いていきましょうか7もね結構横線長くした方がかっこいいんですよねちょっと書いてみましょうこれをねふわーっと長めに書けますじゃあねここですね ここからここまでの長さとここからここまでの長さた体同じぐらいでいいですね。でねここを内側に入れるっていうのもねコツですね。まあ、これが長くなりすぎないこれを書くときにどうしてもこう,こうやって書いてしまうとなんか間延びしてしまいますよね。あとねよくないのがこれをビヨーンって長くしてここまで持ってくるとあんまかっこよくないんですよね。関数字字って見て見るるとゲシタルト崩壊何の文字か分かんなくなってくくでしょ、まあ、だからねこういうふうに覚えた方がいいんですよね。 さあ8は1画目はね、小さく入れましょう。そして2画目は高い位置から入れて、やや右払いを下げるようにして書くとかっこいいかな。まあ小、大のバランスですね。こういう風にして描いていきましょう。まあやっぱりね、こういう風に同じ風に書いちゃうとちょっとかっこ悪いですね。さあ9です。9はね、中心を常に意識しましょう。まあこのマス目の中心がここだったら、最初はね、中心から始めるんですよ。 1>, で1画目を長く伸ばしてさあここコツですね結構ね2画目下から始めるんですよ下から始めるでねここ短い方がかっこいいですこうやって書くとかっこいいですよねでねこれコツがあってここの交わるところってここからここの長さとここからここの長さ同じなんですよ要するにすごい下からね入って交わるときにはちょうど中心を通るとね美しく見えやすいんですねそしてねここを狭くした方がかっこいいです これがが狭いかからこここののの最終角のの線がねかっこよく長く長見えるんですよねこれでねちょっと書いてみると上の方をねこうやっちゃうとなんか間延びしてガクーンとなっちゃうでしょかといってかといってというか次のポイントなんですけどこれが長くなってしまうとなんかかっこ悪いでしょそうなんですよねこことここがね9はポイントになってきますさあ10ですね10はうんまあ私のおすすめの10は ふわーっと1みたいに書いて少しね右寄りにした方がかっこいいかな真ん中通しても悪くはないんですけど少し右通した方が関数字っぽく見えるかなこのぐらいの長さのバランスですでねちょっとね時形としては全体的に横長がいいと思いますこれがうん、こういう風に書いてしまわないようにちょっと横長に書くのがコツになりますねはいじゃあねちょっと筆ペンでもね最後に書いてみましょううん、パパーっと書いていきますね 筆ペンでも書いていきます。さあ一。筆ペン難しいね、ちょっと新しい紙をしましょうか。筆ペン難しいです、ね。一。うん。少しね、こう止めとかをしっかり止めるとかっこいいかな。そして二。沿って、まあおさらいしながら書いていきましょう。これを伏せる。うん。止めをしっかり書くとかっこいいかな。三。 沿ってまっすぐ書いて伏せる。もう先ほどの繰り返しですね。うん、続いて4ですね。四は内側に入れます。コツはねここあんまり太くしすぎないことですね。でこれ交わらせずに細くしてここもねそこまでは太くしたくないです。で、ね、中がやや太めなんですよね。ていうのはあんまり長くしないでしたね。下を開けるでしたね。でこの縦線の下下を出すっていうのがコツですね。 内側に入れてここを開けて下を出す。ここは開ける。ここも開けてください。こうするとかっこいいですね。さあ、5ですね。5はこの横線をね。短くするのがコツです。そして思いっきりここで開いちゃってください。そしてね、ここが狭くなります。まあ、このね曲がり、角の後の縦線、ちょっと太くするのがコツかな。この長い斜めの線よりこっちの方が太くします。で、これを細く長く書きます。うん、かっこよくなりますよね。さあ6。 点書いて横線はねあんまり太くしないのかつかな細めに描きますまとめはしっかり描きましょうそしてここでしたねおさらいですここからここの真ん中ここからこの真ん中からそれぞれの点が出るって覚えておくと覚えやすいですよね、うん、そして縄、まあ、やはりね横線はね細い方がかっこいいです 基本的には、ね、漢字全般横線を細くして縦線を太くすると美しいさあこの線は太い細い太くなっていくとかっこいいですね覚えておきましょうこの線ね太い細い太い、うん、で8ですね8の一画目を太めに書いてちょっとねこっちを細く書いてしっかり右払い書くみたいなこういうバランスがかっこいいかな太い細いで太くなっていくさあ9ですね 9の1画目をしっかりね徐々に細くするとかっこいいこう書いてこう細くなってきます下の方から横線斜めに上げてここを狭くしますでこれも太いここで細くなって徐々に太くなります羽はね品よくおとなしく跳ねましょううん横線細い方がシュッとしますよねそして10です、まあ、やはり10もね横線をやえて細くして ちょっとね縦線を右に寄せるとかっこいいかなあんまり長くしすぎないのがコツですちょっと横長ですねこんな感じで書くとね漢数字ですごいかっこよくなりますはいまあ以上ですけれどもねこの動画で漢数字ね書くことっていっぱいあると思うので是非ねご自身のペンと筆ペンとかでね書いてみてください、はい、今日は以上ですどうもご清聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますそれではバイバーイ